皆様改めましておはようございます。イオンジャイトの中山でございます。本日は本当にあの足元の悪い中、またあのごたう中にもかかりませず、弊社の2014年度の第2四半期の決算説明会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 それではあのこれよりお手元の資料に基づきまして2014年度上期の業績報告並びに下期の取り組みにつきましてご説明をさせていただきますよろしくお願い申し上げます14年上期の業績報告に先立ちまして弊社の 業績の推移につきまして、まずはご覧をいただければというふうに思っております。売上高につきましては、4期連続の増収。営業利益につきましては、2003年度より10期連続で増益を続けているところでございます。弊社グループは2010年度より、 それまでのビルメンテナンス事業から、総合ファシリティマネジメントサービス事業というように、ビジネスモデルを進化をいたしておるところでございます。お客様が保有をされておる施設、およびその周辺環境、これはまあファシリティと定義するのであれば、それに関するマネジメントに対しまして、複数のサービスのメニューを組み合わせた、 最適なサービスを提供することによって、お客様の便益を最大にし、成長をサポートするというのをですね、目指しておるところでございます。この3月には、本年度を初年度といたします、3カ年中期計画をスタートしたところでございます。本年度は、この新中期計画の達成に向けた体制の構築と、仕組みづくりの年と、 言ったことを位置づけまして、えー、事業活動にスピードを上げて、えー、進んでいるところでございますそれでは、えー、今期紙機の説明に移させていただきますまずはあトピックスとしてこの紙機に、ねえー、とりわけ注力をしたところをです、ね、この二つ挙げさせていただいております 私も中期の中でしっかりとアジアで,です、ね、ファシリティを提供しますなんてことを、まずは一つ考えまして、あともう一つは、まあ、今、イオングループの構成なんてのが70%強ですね、えー、ございますんで、まあ、そういうところもしっかりと。えー に据えてですね、国内外のグループ外のですね、大型の施設なんてのをしっかり取っていこうというのをです、ね、この2つをトピックスにしてですね、後でご紹介を申し上げたいというふうに思っております。えー続きまして